鈴木良一九月隊は、日本の警察官僚、警察庁長官を務めた、東京都出身。私立芝中学校、高等学校を経て、1956年、東京大学法学部卒業後、官僚となる。警察庁の同期入庁に、三島健次郎、宮脇大介、大高時夫、飯泉正夫などがいる。刑事局保安部長などを経て、 平成2年12月7日、警察庁長官に就任。湾岸危機対策室を設置したほか、雲前普言竹の噴火に際して人頭指揮に当たった。また、ライフアークとしての暴力団排除に力を注ぎ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の交付、コカイン情報センターの設置などを強いリーダーシップで推し進めた。交通分野においては、 オートマチック車限定免許の導入に踏み切ったほか、交通事故総合分析センターを設置した。退任後、警察共済組合理事長、全国防犯協会連合会理事長などの要職を、歴任、訓に等に助せられた。AB、日本警察官僚総合名官163ページ。日本官僚制総合辞典、1868から2628ページ。 警察庁ホームページ、ありがとうございます。